明日私は旅に出ます。はい、どうもタンクトップ、マスターです。ということで、なんとか間に合ったかな。今土曜日の6時25日の6時35分。はい、急いで帰ってまいりました。はい、ということで、多分サムネにもあったかな、誕生日プレゼントを私もらいました。パチパチ。ということで、マイスイートハニーから、誕生日プレゼントをもらいましたので、ここで、動画にしたいと思います。これ毎年してたっけ、俺忘れてた。まあこれで、まだ中身はマジ知らないです。はい、では開封します。はい、ね、なんとなく、まあ毎年くれんだけどね。で、なんとなくこれがいいんだよねみたいな感じの伏線は貼っといたんだよね、だいぶ結構前に。なんか、うん、だからなんとなく想像はできんだけど、まだ、まあわかんない。はい、ということで、はい、見ていきましょう。はい、袋に入っております。では何をくれたのか、いきますよ。せーの、はい、まだわからないね。はい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 、じゃあいきます。まあなんとなく分かっちゃったけど、なんかでかいな。じゃあいきます。いくよ、せーの。はい、出た。ああ、なるほどね。はいはいはい。財布。はい、財布をいただきました。で、まあ、黒ですね。で、はい。はいはい、なるほどね。これ何これ？何これ？いらねえんだけど。え、何これ？え？これ真ん中のこれ何なのこれ？きついんだけど。え？取れるでしょこれ。なんでこんなきついのこれ。はい、ちょっと焦るとビリってやっちゃいそうなんで、はい。はい、こんな感じ。外見は黒で、で、中身は緑だね。はい。で、カードがいっぱい入りますね。はい。真ん中にビラビラがついております、これ。はい。で、小銭入れ。はい。ナイス！ジージー！はい。よかったー。まあ、そうですね。素晴らしいです。あ、ここにも、中にも、カードしまえるとこありますね。はい。あ、カードじゃねえのこれ。まあ、カードか。こういうね、ポケットいっぱいあるのはね、まあ、カード開封マニアの俺としては嬉しい限りでございますね。はい。はい。で、そうです。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。いい薬です。はい、ということで、はい。そう。財布をもらいました。でね、財布って俺まあこだわりがあって、この二つ折りがいいんだよね。はい。こういうちっちゃい、まあちょっとこれでけえけど、二つ折りの財布が、なんか男は黙ってと思ってて、俺は。で、そう、二つ折りの財布が好きなんだけど、長財布にちょっと憧れてるみたいな存在でもあるっていう存在なんだよね。はい。まあ、まあてか、いいですね。かっこいいです。嬉しいです。ありがとうございます。財布もらうのは2回目かな。前はギャルソンのデイアデイのもらったんだっけね。あれ、ちょっと壊れちゃってね。で、2回目かな。はい。財布はずっと欲しかったんで、マジで、今使ってんの、あ、ダメか。はい。今使ってんのちょっとお下がりだったんで、で財布欲しいなと思ってて。はい。で、この財布真っ黒の二つ折りの中身、緑の真ん中ビラビラ付き。はい。ってな感じですね。はい。どうもありがとうございます。すごく嬉しい。このね、毎年くれるんだよね。で、近づいていくと何がいいみたいな感じで聞いてくれて、もう、なんならその気持ちだけで、嬉しいよね。やっぱもらう方はね。で、あげる方も喜んでくれるかなとか、やっぱ、思うわけじゃん。
そう。だから、あげる方は、あげる方も楽しみだよね。で、もらう方ももちろん楽しみで。はい。その気持ちがまず、物もらって嬉しいけど、その気持ちがね、すごく嬉しいよね。はい。そう、その気持ちを大事にしてやりたいなっていうか、なんていうか。まあ、開けて、この袋から出して、まあ、黄色の、なんか、うさぎちゃんとか、なんか動物とか、リカちゃん人形の絵が描いてある財布がもし出てきたとしても、そのくれるっていう気持ちがね、何がいいみたいな。で、なんていうか、その気持ちが、まず嬉しいよね。はい。ありがとうございます。ありがとう。いい薬です。はい。そんな感じですかね。はい。ほんと気持ちが嬉しくて、もう今日もさっき会って、で、もらったんだけど、その時にも、ありがとう、いい薬ですって言ったんだけど、ほんとね、気持ちが嬉しいよね。また明日も会うかもしんないから、また明日会ったらね、なんなら明日はありがとうつけないでもいい薬ですだけ言っちゃうかもしんない。いい薬ですってもうね、ショックで言っちゃうかもしんないけど。はい。ということで、大変、嬉しいです。まあ、大切に使うっていうか、まあ、普通に使うけどね。まあ、俺結構雑に使う人間なんで、うん。そう。あ、かっこいいね。この二つ折りってのがかっこいい。はい。そうです。はい。まあ、そんな感じですね。はい。で、正直。まあ、すごく嬉しいんだけど、まあ、もちろん使うしね。正直嬉しいんだけど、この、真ん中の、これ、ビラビラいらねえっす。これね、正直、今の財布もね、ビラビラついてたんだけど、こういう風に。邪魔くせえから、こう、切っちゃったんだよね、ビリビリっつって。これいらねえんだよな。こんなカードしまわねえし、みたいな。はい。まあ正直な気持ちを言っちゃうとね。だけど、すごく、その気持ちが嬉しいです。ほんとありがとう。ありがとう。いい薬です。はい。というわけで、すね。はい。で、まあこれはこれでいいとして、んで、この誕生日プレゼント等に関しては、まあ、この動画で言うこともないんだけど、ちょっとね、苦い思い出ができちゃって、そう、多分毎年思い出しちゃうかもしんねえけど、はい。まあ、詳しく知りたい人は、俺の前の動画の、人の本性、本音を知ってしまったみたいなサムネの動画を見ればちょっとわかるんだけど。はい。俺も、友達に、友達だったやつかな、と俺は思ってて。そいつに、まあ、誕生日があったんで、買ったわけよ。なんなら仕事行く前に楽天で なんならもう今年入ってから何あげようかなって、去年もあげたんで、今年は何にしようかなって今年入ってからはすげえ考えてて、で、ちょうど良さげなのがあって、まあ、あるメッセージみたいな、はい。ちょうどいいのがあって、で、頼んだんだよね。で、ほんとその日に頼んで、夜勤だったんだけど、夜勤の仕事行く前に楽天で頼んで、仕事に行ったんだよ。で、仕事して、で、休憩中に、まあそいつから LINE 来て、まあ1から10までちょっと話せないんだけど、ほんとね、まあざっくり言っちゃうと誕生日プレゼントはいらないからみたいなことを、まあことっていうか言われたんだよね。誕生日プレゼントいらないからみたいな。なんだこの音。あ、そう言われたんだよ。なんか外で変な音がする。で、
で、なんなら何誕生日プレゼント買っちゃったのみたいな、そんなような感じのことを言われて、まあがっかりしたよね。そう、もうそん時はねびっくりするぐらい俺もう椅子に座ってたんだけど、もうこうだよね、マジで。もうびっくりするぐらい、あの時はね、過去一って言っていいぐらいがっかりしちゃってね、マジで。どのぐらいかっていうと、原付の免許を友達と3人で取り行って、で1人だけ受かって2人になって、で2人で行って1人だけ受かってって言って、最後俺1人だけになっちゃった時みたいなぐらいがっかりしたね、マジで。そう、なんならそのプレゼントも頼んでレビューを書くと、1800円相当のものもらえますよなんつって書いてあったから、俺そういうのめんどくせえからやんねえんだけど、レビューしもう書いて書いたんだよね。でまあそれもまた来たんだけど、プレゼントはね、プレゼントとそのレビュー書くともらえるプレゼントが、はい、まあそんなわけで、ちょっとね誕生日まああげる側だったけど、すげえ今年の2月かな、苦い思い出があって。言われたことある人いるかな、誕生日、あっちはあっちはなんならくれんのみたいな感じで最初聞いてきたんだけど、まあ、それはいいんだよ、まあなんかその時はめちゃんこ仲いいと思ってたから、くれるの、それはなんとも思わなかったけど、それは本当良かったんだけど、その後いらない、まあ、全部言えないんだけどね、内容はいらないからいらないからつって、で買っちゃったんだみたいな、もうその時はがっかりしてね、もうずっと今年入ってから、今年だけじゃないけど去年もちょっとは考えてたけど、何がいいかなつって、でちょうどいいのがあってさ、まあ、これもらえればあいつもやるかなみたいな感じのプレゼントがあったんで、まあ買って今うちの俺の部屋にあんだけど、一生開け、俺じゃねえ、まあ、使えないんだよね。はい。そう、だから何が言ったかっていうと、まあそういう苦い思い出もあるし、あるんだよね、誕生日っていうとね。そう。だから、間違っても、いらないからとか、そういうのは言わない方がいいよね。がっかりするからね、ほんとに。まあ、あっちは、なんだろうな、あっちはもう、あれ以来連絡なんか一切ないからね。パターッと、パタッとやんだからね、連絡。いやー、恐ろしい、マジで。パタリと何の連絡もなく、またなんか変な話になってくんな。まあでもそういうのがあって。で、あのね、そう、あの、人の本性本音の動画で、まあ、進展があればまた動画にしますなんて言ってたけど、まあ、進展はないんで、ないといえばない、あるといえばあるって感じで。まあもう俺はもう LINE 消しちゃったんだけどね。バシッと。そう、そいつとはもう縁を切ったというか、連絡は取れない状態に。俺からしましたね。はい。ほんとがっかりして、それでも、まあそれでも気持ち切り替えて、まあ力になろうとは思ってたんだけど、まあそいつ SNS やってんだけど、それちょっと見てたら、なんだかとぼけた投稿してたから、ああ、もう終わったな、つって。もう嫌ーってなって LINE は消しましたね。はい。まあそんな苦い思い出があるんす、誕生日、ね。はい。だからなんていうか、その間違っても、その気持ちじゃん、やっぱり。物もらって、もちろん嬉しいんだけど、その、くれるっていう、やっぱ、もらう側もくん、まあそれは贅沢なんかな、でも、
あげる方も喜んでくれっかなーとかつってワクワクするしね。で、まあちょっまあそいつは多分もうこうなっちゃったんだろうね、その時。だけどがっかりしたな、あれは。はい。まあそんなわけです。はい。まあちょっと暗い話にはなりましたが、まあとにかく、まあ財布はマジで欲しかったんで、すごく、すごく嬉しい。ほんとに。気持ちいい。はい。で、まあ来年何が欲しいか、今んとこね、まあ今、ぶっちゃけ、来年は何欲しい、なんつうか、何がいいかな、みたいな自分で考えてて、まあ、ネックレスが欲しいなって、思いながら今運転して帰ってきたけど。はい。まあ、これだっていうネックレスないんでね。これもね、今つけてっけど、ね、これね、もう何年も前に買った、アベイルで買った900円ぐらいのやつ。まあ、はい。してた方がオシャレだと俺は思ってっから、一応つけてっけど、もう、なんかね、ちょっといいやつが欲しいんで、今んところはね、ネックレスが欲しいです。はい。ね、埼玉の入間に行こうか、その時は。これって言うわ。はい。ギャルソンのショップが確かあったと思ったんで、あのイオンとこね。はい。ちょっと遠いけど、埼玉の入間に行って、入間だっけ？あれ入間だっけ？まあいいや。まあネットでも買えんだけどね。はい。まあそんなわけで。まあこれもね、誕生日プレゼントでもらって、で、このサングラスもかな。はい。これつけて、動画撮ろうと思ったんだけど、まあ一応、はい。これももらったやつ。これ一番高いサングラス。これレイバンのサングラスだね。これにあんま洋服ってこれ合わせねえんだよな。でもすげえ、中も赤でね、おしゃれなんだよ。これシャレオツなんだよね。はい。これもすごく大事に。またカバーも、ケースか。はい。まあほんと、嬉しい。まあどんなブランドの財布もらうより、もうまず勝てないよね。ビトンだろん。フェンディとか。もう大切な人からもらっちったこれにはかなわねえかなっていう感じだよね。はい。まあ俺から言わせりゃあんな高い財布持ってるやつはマジクソだね。はい。もったいない。もう財布はね、出せても1万だね。まあ自分で買うとしたらだけど。はい。まあ俺は、財布には金かけねえけど。はい。まあそんなわけで、本当、誕生日プレゼント、もうね、うん、何回もけど、この、もらって嬉しいし、その気持ちだよね。毎年気にかけて、ずーっとくれてっから、アルティメットニッパーも、あれ、ちょっと壊しちゃってね、最近なんか動画よく見られんだよな、アルティメットニッパーの動画。なんだか知んねえけど。あ、ごめんなさい。はい。で、そう、その気持ち。が嬉しいです。ありがとう。いい薬です。はい、ということで。で、最後にね、これ、ドラゴンボールの500円オリパー上げていきましょう。ヒーローズじゃないドラゴンボールで。じゃあ、いきます。ちょっとね、詳しくないんでわかんないんだけど、はい。うわ、絶対外れてんじゃん、これ。はい。ミッキーマウス。絶対外れ。外れたよね。はい、ミッキーマウス。なんでこれ初めてこの、売りパー買ったけど、ミッキーマウスって、ドラゴンボールじゃねえし、なんなら。はい、じゃあまあ、悟空が出れば当たりかな。はい、じゃあ行きます。なんかブルマがあったからブルマが欲しい。じゃあ行くよ、せーの。うわ、絶対外れてんじゃん。ウィッスだし。はい、R、もう絶対外れ。あー。まあ今日はもらったことを、はい。ウィスとミッキーマウスでした。はい。中へ。はい。というわけで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。はい。皆さん、あげる側も、あげる側も、もらう側も、まあ、相手の気持ちをね、ちょっとは考えてと言いますか。はい。
まあそんなとこっすね。間違ってもいらないよなんて、間違っても言っちゃダメ。はい、まあ、しんどい思いするのは俺だけでいいっていうことで、それでは、最後シャイニングスターの曲をかけて終わりにしたいと思います。じゃあ最終ありがとうね、ほんとめちゃんこ嬉しい。はい、気持ちがね、もう気持ちいい、ありがとう、いい薬です。はい、というわけでどうも俺でした。じゃあねー、バイバイ、ありがとう、いい薬です。このピカチュウの、まあ、あ、かわいいバスタブだと、なに、なに、ダメってんの、これはダメだね、まだあるよ、エアルってダメなんだ、聞かないんだよ、エアルある、エアル、かなりちょっとぐらい聞いたら使ってんの、ダメ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 、エアル100にもなんの、100にもなんないんですよ。お、モスターボール、うわ、榊のカリスマのマスターボール、おお、マスターボールって書いてあるんだ、何本、これは多分値段しないんじゃないかな、ダメなの、そんな多分しないと思う、これね、なんだ、ゲンガーとかだと高い、うん、8000くらいするんじゃない、マジでも、ボックス1枚だから、マスターボール、うん、がダメだ、ダメ、うん、高くのカリスマのマスターボールが出たから、うん、そう、マスターボール映るかな、ナイス、うぇ、開けるわ、これから、はい、ミモザ、ワンピースを入れたなって、いいよ、いいよ、一番上だから、赤だったら、あって、シュッ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 バイオレット、攻めて出段、そうだね、攻めてどっちかだし、まあ SR パラ、この辺の SR でも開封が下手くそすぎて、うん、ワンピ楽しみにしたいから、ポケカ行くわ、おいおい、あ、AR、 もっと AR、 違う、もうこれですか、やったー、こんなってる、 SAR、 もうこっちゃ、やばいよ、引き悪すぎるな、これも行こう、こうやって、浮いた、当てらせていく、まだこれが4パック、一番裏赤、違う、赤はあれだ、一番裏が赤だった分ね、コンパクトっていうか、違う、リーパラが何枚なんだっけ、開け方よ、赤だ、バジル方向、ほぼもう見ない、やばいやばい、もう見てない、やばいやばいやばい、これもう俺にかかってきたね、頼む、ラストチャンス、ここが、あ、おいおい、じゃあここ赤ね、焦る、焦った焦った、あれそう、名前だっけ、あ、カルガラね、